ホールランゲージとは、子供が意味に集中するべきだと強調する、読み書き能力育成に関する考え方のことを指す。この考え方は、読むことと綴ることのための指導を重視するため、読むことと書くことを指導するフォニックスを基準とした方法と対比される。そのため、ホールランゲージの考え方は、基礎、基本を重視する教育学者により非難を受けている。 ホールランゲージについてはいくつかの異なる見解があるため本質的な説明には困難が伴う異なる見解の中で共通するものを挙げると次のようになるなお通常は英語を想定した議論が展開されるが考え方そのものは他の言語にも応用可能とする見方もあるホールランゲージの考え方には認識論の一つである全体論に基づいた学習観が 基礎になっている。すなわち、個々の学習理論の総和によって、人間の精神活動のすべてを説明することは、できないという立場をとっている。この立場は、全体が、個々の総和を超える要素を規定するとして、古典的学習理論である、行動主義や、その根底にある、還元主義に対抗する立場である。ホールランゲージによるフォニックスへのアプローチは、 ノーム・チョムスキーの言語概念から発展したものである。チョムスキーによれば、人間には自然言語を獲得するための要領を持っており、単語を通じてコミュニケーションが可能になると信じていた。この考え方は1960年代に徐々に発展した。ケングッドマンは1967年、心理言語学的なゾトきゲームの読解を呼びかける広告記事を書いた。 この記事の目的は文章理解において不要な用法が単語の全体論的な理解に依存していることを教育者たちに指摘するためであった。グッドマンは文字、音声、公文から意味を読み取る際に機能する読み書き能力開発を調節するキューイングシステムの存在を仮定しており、この実験によって検証を試み部分的に指示する結果を得ている。グッドマンの理論は ホニックスに基づくアプローチを支持する他の研究者によって批評された。彼らによれば、優れた読者は、読書への彼らの第一のアプローチとしての解読を使用して、彼らが読んだものが理解できると確認するのに文脈を使用し、急速かつ自動的に解読する。他方、そこまでの流暢なスキルを持たない読者は、単語の独自性を推測する、絵を見るような戦略を使う。 単語のいくつかの文字だけを使うといった方法に、訴える。これまでの研究で示されたことは、優れた読者でさえ、文脈の中で言い表されていることを正しく、推測できるのは10回に1回もないという。ボリューム三十四の2、April June 百九十六ページ二十八 e b o o k s c o m インディフェンスオブグッドティーチング、h i n g for what teachers need to know about t h ebook. ありがとうございます。